現在多くの科学者が高度なシミュレーションを用いた研究を行っています。このシミュレーションを実行するのに欠かせないのがスーパーコンピュータです。計算科学研究センターでは応用分野と計算機工学分野の共同によって新たなスーパーコンピュータを開発し、最先端の科学を推進しています。それではこのセンターの原動力ともなっている高デザインとはどういったものなのでしょうか。うちのセンターは様々な科学分野の研究者がいまして、共通に高性能のスーパーコンピューターを使っているんですけども、そのスーパーコンピューターの開発というものを計算機工学の研究者と一緒に開発していくということをやっていて、これを高デザインという言い方をします。このように計算科学研究センターでは高デザインされた独自のスーパーコンピューターを開発運用してきました。1992年に前身である計算物理学研究センターがスタートしましたけども、実はそれ以前から FACS シリーズというスーパーコンピューターの開発を行ってきました。第1号機の開発は1978年、その後数年して開発した CPFACS という計算機ですが、それがですねトップ500という世界のランキングですね第1位を獲得しました。でここに展示してありますのがですね、その時に世界1位を獲得した CPFACS という計算機の一部を残しているものになります。で現在ですね、第8世代の HAFACS というスーパーコンピューターと第9世代のコマというスーパーコンピューターが稼働していまして、さまざまな研究に使われております。現在センターで稼働中の HAFACS とコウマ、これら2つのスーパーコンピュータの特徴について計算機工学の専門家で副センター長の牧先生に伺いました。 HAFACS は GPU グラフィックスプロセッシングユニットというものを大量に使った演算加速装置のついたスーパーコンピューターです。特徴としてはそれぞれの GPU というものを最大限に使って CPU よりもはるかに高速な演算を行うことで大規模な並列計算を行うような計算科学を支えます。HAFACS はこの特徴を生かし、素粒子や宇宙物理の計算で数多くの成果を上げています。それではもう一つのスーパーコンピュータ、コウマの特徴はどういったものなのでしょうか。コウマについては先ほどの HAFACS と全く違っていて、メニーコアプロセッサーアーキテクチャという最先端のシステムを使っています。これはプロセッサーの中に非常にたくさんの CPU コアというものを積んだ特殊な演算加速装置なんですけれども、 GPU よりはずっとプログラミングがしやすくて応用範囲も広いということになります。それではこれらのスーパーコンピュータはどのように高デザインされ開発されたのでしょうか。コデザインというのはアプリケーションとシステム側がうまくマッチングして、その上でちゃんとそのシステムに合ったプログラミングをするということです。このためには解くべき問題というのがどういう性質を持っているか、あるいはどういうアルゴリズムを使うかということを最初から的確に掴んで、それを一番安いコスト、一番少ない電力で実現するにはどういったシステムにすべきかというところをしっかり把握してから作る。で我々のセンターでは立ち上げた時からコデザインを進めていますので、そういった考え方に基づいてシステムの開発と運用しています。現在国内最速のスーパーコンピュータである K、 そして現在開発中の次なるフラッグシップマシンポスト K との違いとはどういった部分にあるのでしょうか。最大の違いは HAFACS もコウマも演算加速装置を持っているという点です。演算加速装置っていうのはプログラミングはなかなか難しくて性能を出すのも大変なんですけれども、一旦はまると非常に高性能を低電力で出すことができます。これに対して K やポスト K は汎用のスーパーコンピューターでして演算加速器を使いません。その代わりに誰にでもプログラミングがしやすくてバランスのいいシステムになってますので、比較的安定して効率よく使うことができます。ただ我々のセンターでは頑張ってもちゃんと早く安く電力低く動くような演算加速装置でシステムを作ろうと、そういうコンセプトで運用しています。高デザインをキーワードにした研究は世界的に評価されており、計算科学研究センターは2011年と2012年2年連続してゴードンベル賞を受賞しました。ゴードンベル賞とはスーパーコンピュータの利用者にとって
世界最高の栄誉とされている賞で、計算速度だけではなく、そのコンピュータが実用的かどうかという点も審査の重要なポイントとなっています。次に、高デザインの別の角度からの取り組みとして、データベースによる高デザインを紹介します。高性能計算システム研究部門の立部先生は、ストレージ、つまり記憶装置の専門家で、計算速度向上とは違った側面からの高デザインに挑戦しています。現在スーパーコンピューターでは、演算性能の向上は非常に早いんですけれども、それに対しましてストレージの性能向上というのは非常に緩やかになっています。これまでと同じ方法で性能だけを向上させられるのであれば、それが一番いいわけですけれども、なかなかその方法が難しくなっています。そういう意味で、コデザインを進めることによって、本当に必要な機能だけを取り出して性能向上を図るといったようなことが重要になってくると思います。では実際にどのような技術で立部先生は性能向上を図っているのでしょうか。これまでのストレージでは、あるファイルに対しては階層的な名前でアクセスするっていうのがこれまでのやり方でした。ただそれだとデータを管理するところの性能を向上させることが非常に難しくなってきています。でそうではなくて、フラットな名前空間にする、でそこで機能を簡略化することによって性能をより向上させることができます。このように計算科学研究センターでは、高デザインをキーワードとした取り組みを続けていますが、梅村センター長はどういった計算科学の未来像を描いているのでしょうか。高い応用能力というものをこれから引き出していって、さらに発展させていくというのが計算科学の将来像になるであろうと。その中で特にですね、大規模な計算でなきゃできないような研究というのを推進していると。そのためにですね、学際共同利用というプログラムを設置してですね、計算機は無償で提供してですね、筑波大学の中だけではなくて外の研究者にも提供して、新たな研究の推進ということにも役に立っていただいていると。でうちのセンターとしては、国際的な計算科学の中心になるようなハブ拠点といいますけれども、そういったセンターに発展させていきたいというふうに考えています。